はい、ということでですね、こういう感じになりました。ちょっとね、今早朝なのでね、危うげなテンションでね、失礼します。こういう感じになったっていうのも、マジックトラックパッドはですね、おっとほら、すぐ反応するすぐ反応するんですよ。何か消えたな、僕のチャンネルが消えた。ほんのり触っただけで消えるからね。結局こちらのですね、アップルの純正のマジックトラックパッドを買いました。で、このようにですね、キーボードの右側に備えて使ってます。というのもですね、結構いろいろ方法試したんですけど、このキーボードの下に置いて使う方法、ちょっとその空間を置いてねやるとか、指をこう上げてキーボードを触るとか、いろいろやったんですけど、結局なんか触っちゃう。なんかね、傾斜がついてるせいなのか、ちょっと斜めになってるんですよ、トラックパッドがね。そのせいなのか、ノートパソコンで触ってるトラックパッドよりもなんか触れる回数がすごく多くて、それこそ気づいたらあのキーボード打ってる最中にピッて不意に触れちゃって、なんかえらいとこに急にそのえらいとこにというかそのキーボードでカタカタって仕事してるじゃないですか。でその時にふっと触れちゃって、でカーソルがピュンってすごいとこに飛んでって、なんかちょっと動くだけじゃないんですよ、なんか急にピュンって変なとこに飛んでっちゃうんですよ。でなんかその画面消えちゃうとかで、うわーってなってたから、もうこれダメだと思って、もう全然触らないとこ置いとこうと思って結局ミニ今やってます。このスタイルでね、まあ今使ってるんですよ。で、この台も買いました。この台も買いました。まあこの台はね、すごくいいものなんですけど、ちょっとここを高さを作ることで、キーボードね、打ちやすくした感じです。キーボード打ちやすくして、このトラックパッドも触りやすく、この移動をなるべく楽にしようと思って、ここの空間をね、広めにしたんですよ。で、このノートパソコンのね、MacBook の画面も高くすることで、だって見下ろさずに、こういうね、ちゃんとしたいい姿勢で仕事ができると、はい、ということでね、いやーこれでもう完璧だろうと思っていたんですけれども、ですね、こちらのマジックトラックパッド、これね、アップルの純正でいつも新しいものなんですけど、これはですね、1万6000円も出して買ったんですけど、感度があんまりだったんですね。というのも、トラックパッドの軌跡の速さっていうんですかね、軌道の速さっていうんですかね、速さを最大にして使ってるんですね。一番速い状態で使ってるんですよ。だからちょっとこのヒュッヒュッってちょっとの動きだけで移動させたいように使ってるので、これのせいなのか、普段使いだとほとんど分かんないんですけど、ずっと使ってると30分に1、2回ぐらいですかね、反応が悪い時がある、ちょっともたつく時があるんですよ。っていうのが地味にストレス、ストレスまではいかないのかもしれないですけど、地味になんか気になるっていうのと、スピードがめっちゃ速いのでヒュンって移動させて、移動させた先でちょっとゆっくり慎重に操作したいみたいなことがあるんですね。これがポイントだとすると、ヒュンって動いてこの行った先で慎重にガチッって打ちたいんですけど、こいつの場合はこのマジックトラックパッドの場合はヒュンって行った先でちょっと鈍るんですよ。ノートパソコンの、もともとこのね、MacBook についているトラックパッドだったら、もうヒュンヒュン、ヒュンカチ、ヒュンカチ、ヒュンカチ、伝わるかな？ヒュンカチ、ヒュンピタッカチってなるんですよ。なんですけど、こいつの場合、マジックトラックパッドの場合は、ブーン、ムムムン、カチ、みたいな。なんかこの、ヒュンって行った先で、ちょっとムムムンってなる。もやんってなる。キビキビしてないっていうんですかね。ヒュン、アイ、みたいな。だからね、ほんと、多分9割の人はね、ほとんど、わかんないと思います。多分、軌跡の速さを最大にしてるせいっていうのもあると思うんですけど、ほとんどの人はわからないレベルだと思うんですけど、僕はですね、これは満足だ、これは完璧だって思えるほどではなかったんですね。ほぼほぼ今こうやって触ってても、ほんと、全然何の問題もない感じなんですけど、なんか仕事とかしてて、もうパッパパッパ使ってる時に急に、あーみたいな、ことがちょこちょこあるので、ムムムってなってるんですよ。だから、このスタイル自体はね、結構気に入ってるんですけど、あ、いい、もういい形できたなと。気に入ってるんですけど、このマジックトラックパッドがね、あんまりだった。っていうのがね、ちょっとショックでしたね。1万6000円もして、買ったのに。
ぬぬぬぬぬという。まああとはやっぱり普段まあこうやってね両手で操作するのは普通だと思いますよ。このチャ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 と。なんですけど、これは本当に良くないんですけど、僕はですね、もうこう、これはないです。一番今悪い姿勢ですけど、こうやって片手で、まあなんて言うんでしょう、こう飲み物とか飲みながらとか片手でここにそのこれまでのノートパソコンの環境の場合は片手でね、ここでトラックパッドでこう操作してコマンド C とかコマンド V とかだからコピペとか、まああとなんか簡単な文字とか片手でねチャッチャッチャッチャその作業することも多かったんですよ。だから片手の場合はここにトラックパッドがあるともうこの移動がほとんどなかったんですね。そもそも MacBook でやってた時はもうこんぐらいの移動、ここぐらいの移動しかない感じ、これで操作できてたんですけど、やっぱトラックパッドが右手に行っちゃうと、右の方に行っちゃうと、ここでこう操作してても、こっち持ってきて、こっちやってっていう、この動きが入るじゃないですか。これまで ここだけで済んでたのに。これがね、ちょっとムムーンってなってる。だからね、もうもう戻そうかなとすらね、今思ってるんですよ。もうこの2つなくしてもういいやと思って、ノートパソコンの下に置いてデスクの上に置いて、その代わりちょっと、まあ、27インチぐらいのモニターをこの辺にこう置いて、でノートパソコンでキーボードとトラックパッド操作しつつ、この辺の大きい画面を見ながら操作しようかなって思ってるんですけど、ただそれも正解かどうか分かんないんですよもうなんだこの動画はって思ってるでしょ。正解かどうかわからないっていうのは、こちらのモニターですね、僕がもう3年4年前ぐらいですかねに買って、いやもっと前かもに買って、編集ガンガンやってる時はモニター使ってねやってたんですけど、このトラックパッドのこのポインターをこっちの画面に持ってた時にちょっとだけなんか鈍るんですよ、操作が。それこそ今このマジックトラックパッドで操作してる時のようなちょっと鈍い感じがこちらね、外部モニターを使うと出てくるんですね。だからそれっていうのはこのモニター自体が良くないのか、やっぱ外部モニター接続するとそっちへの動きがちょいと鈍るっていうことなのか、それはちょっとわからないから、例えばもっと大きめの27インチのモニター買ってここに置いて、でノートパソコンもこいつを下に置いてで操作してたとしても、結局うわやっぱり鈍いじゃねえか、結局ポインターの動きがいい遅くなるとか、そういうのだったらムーってなるから、もうね悩ましいです。はい、まあとはいえですよ、とはいえ後々ねその27インチぐらいのちょっと大きいモニターで見たいなっていうのはあるので、いずれはねモニターを買おうと思ってるんですよ。だからモニターを買ったら結局ノートパソコンの下に置いてここにモニターセットして横につなぐ感じじゃなくて縦につなぐ感じっていうんですか、この感じで使っていこうかなってね後々は思ってます。はい、まあだから難しいな難しいなって、そんな感じでした。はい、ありがとうございました。まあ、だからですね、まあ、この動画は何かっていうと、ちょっとマジックトラックパッド興味あるよっていう人がね、まあ、今更になりますけどね、これももう2021年ぐらいに出たものなので3年前ぐらいですかに出たものなので、でもなんとなく僕もこれ買う前に動画でねこれ使ってる人見たんですけど、感度悪いなんて言ってる人ほとんどいなかったというか、僕が動画で見た限りではいなかったので問題ないだろうって思ってたんですよ。実際ほぼ問題ないんですけど、たまに反応悪くなる時がある、本当に。そんなとこですかね。これから購入考えてる人はそういうことを感じる可能性もあるので、なんとなくね頭の片隅に覚えておいていただければなと思います。はい、なので、まあ、今回の動画は僕のデスク周りはこうなりましたと、とりあえず一旦、そしてこのマジックトラックパッドはたまに反応悪いですと、そんな感じの動画になりました。ありがとうございました。ということで、まあ次回はねどんな動画になるのかわからないですけれども、またコツコツ上げていければなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。